皆さん、こんにちは。カミレス。今回の動画では、トライアルのデュアルインプットプリアンプのクローンを作成していこうと思います。目次はこのようになっています。デュアルインプットプリアンプを分解していきます。まずは裏蓋を開けます。次に基板を外すために、ジャック部分のハンダを除去しました。あとは、表面のつまみとジャックを固定してあるナットを外せば基板が外れます。表面はこんな感じ。裏面はこんな感じになっています。作業しやすいようにポットを取り外しました。基板の表面の画像に裏面のパターンを重ね合わせました。グランドを黒、電源のラインを赤、バイアスを黄色で塗りました。青色で塗った部分がチップチャンネルのパターンです。初段は非反転入力、2段目は反転入力の増幅回路になっています。黄緑で塗った部分がリングチャンネルのパターンです。初段は、JFET によるバッファ。二段目は、反転入力の増幅回路になっています。また、位相反転回路が、初段の増幅回路と二段目の増幅回路の間にあり、フェーズスイッチで切り替えられるようになっています。紫で塗った部分の回路によって、リングアウトにケーブルが刺された場合出力がパラレルになるようです。これらの回路をまとめたものが、この回路図になっています。この回路図をもとにレイアウトを作成しました。レイアウトを作成するにあたり、回路に変更を加えています。1点目は、ミックスアウトとパラレルアウトの切り替えを機械式スイッチに置き換えたことです。2点目は、初段の増幅回路と2段目の増幅回路の間に線取りターンを増設したことです。それではクローンを作成していきます。1枚目の基板はこのようになっています。2枚目の基板はこのようになっています。ケースの加工を行います。まず穴を開ける場所に印をつけ、ハンドドリルで穴を開けた後、リーマーで穴を拡張していきます。配線と組み込みを行っていきます。ある程度配線をした後、ケースの中に組み込んでいきました。完成したものがこちらになります。それではサウンドチェックを行います。ギターはドウィナのアンバーロード。ピックアップは、K&K、極ミニとウェイバーのマグネットピックアップです。いかがだったでしょうか。自分ではかなりオリジナルに近いものができたと思います。ただ、
自作系の機材全般に言えることですが、オリジナルより若干ノイズが多いです。次回以降の課題は、いかにノイズの少ないレイアウトをかけるか、ということだと思います。最後に、このチャンネルでは、弾き語りの動画や機材の自作動画などを配信しています。この動画を気に入っていただければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。